へ旅し、大学で医学を学んだ後、義仙大学の医学部教授となった。ドイツの自然科学者協会及び、イギリスの王立協会に所属し、世界中の学者たちと手紙による交流を活発に行った。バレンティニは、いわゆる、物質学者であった。物質学者とは、薬用に利用できる、世界各地の医薬品を分析し研究する学者たちの、ことである。 彼らは薬の産地、特性を鑑定し、数々の偽造品の中から、本物の薬を見分ける方法を開発した。彼らの研究は、人々に安全で規格化された、医薬品を供給する上で重要なものだった。また、バレンティニーは、数多くの論文も発表している。ムセウムムセオルム休術の図版アーマメンタリウムなツラえ。 システムタクム1709バレンティニの名を広めた著作、ムセウムムセオルムは1704年にフランクフルトアムマインで出版された時点である。副題に万物の舞台とあり、同版画の挿絵がふんだんに織り込まれている。内容は以下の章に分けられている。さらにバレンティニは多数の書物、書簡趣考の評価を行っており、その中には 今日では失われてしまった著書を示唆するものもある。ムセウム・ムセオルムは、フランス人、ピエール・ポメの薬及び香辛量の信頼できる販売業者と並び、医薬品関連の最も重要な本であった。また、これにより18世紀初頭のヨーロッパの知識水準を伺い知ることもできる。この著書には日本からの医薬品や治療法もいくつか取り上げられているが、 特に言及すべきものはもぐさについての章である。この章は、バタビアの牧師ヘルマングショフ、デジマ章官位、ウィルレム・テン・ライネ及びエンゲルベルト・ケンペルの書いたものを、まとめたもので、中央ヨーロッパにおける急ブームのきっかけとなった。ありがとうございます。